ホワイト梅田は大阪府大阪市北区の大阪駅南東、大阪メトロ、梅田駅、東梅田駅付近に広がる地下街である。ロゴタイプでは、ワイティ梅田と表記される。通称は、梅地下。大阪を代表する繁華街である梅田に位置する地下街。阪急三番街やディアモール大阪にも直結している、ほか、隣接ビル地下にある商業施設群のほか、 ソネザキ通以南の四つ橋筋の地下にある道島地下センターとも結合しており、合わせて日本有数の規模の地下街を形成している。地下街の利用者数は1日60万人で日本最多。大阪市の第3セクターから2018年4月1日の民間会社化によって大阪市高速電気機動の子会社となった大阪地下街が運営管理している。 2006年度のテナント売上高は217億6900万円。1963年に梅田地下街として開業し、1970年に自然との共生をテーマにした泉の広場を含む第2期部分を完成した。1974年に若い女性をターゲットにしたブティックストリートのプチシャンゼリゼを開業し、1987年4月には、 白い町をイメージして、全面改装して、現在の名称に改称した。住居表示は、大阪府大阪市北区茶山梅田地下街1-1号から、1から6号まで、道区角田町梅田地下街2-1号から2から9号までと、5から1号、道区道山町梅田地下街3-1号から3から6号まで、道区小松原町梅田地下街4-1号から4から7号まで、 道区曽根崎二丁目梅田地下街後の二号から五から五号まで。待ち合わせ場所としてよく知られる泉の広場は、東側の大木町通りと新御道筋の交点直下にあり、かつて噴水が設置されていたが災害時の妨げになることやイベントスペースとして活用するため、第二期エリアのリニューアル工事に合わせて撤去され、跡地には樹木に見立てた新たなシンボル、 ウォーターツリーが設置された注釈出店。ありがとうございます。